カール・エスター・ライヒャーは、オーストリアの指揮の教育家、指揮者、クラリネット奏者。1923年、ローアバッハ・アンデア・ゲルセン生まれ。カール・ベームが、音楽監督を務めていた時代に、ウィーン国立歌劇場管弦楽団の第にクラリネット奏者として入団するが、ベームと衝突して、首席クラリネットに上がれないまま退団する。その後、指揮者に転向し、 ウィーン国立音楽大学のハンス・スワロフスキーのアシスタントを務め、教授の指揮活動で忙しい中、当時のクラウディオ・アバドや、ズービン・メータ、ジュゼッペ・シノーポリ、ローター・サグロセクなどの生徒のレッスンを代行する。ハンス・スワロフスキーの死後に指揮下の教授に昇格。現在中堅のペーター・シュナイダーや、ヘッス・ロペスコボス、アダム・フィッシャーとイヴァン・フィッシャーの兄弟、マリス・ヤンソンス、 ガルシア・ナバロなどの生徒を教える。なお晩年はプライベートで、プラシド・ドミンゴラにも指揮を教えていた。現在、ウィーン国立音楽大学指揮科助教授の湯浅優ジも弟子の一人である。その指揮ぶりはオーソドックスで模範的なもので、どんなタイプの、またどのパートのオーケストラ音楽家にもたやすく受け入れられるタイプであり、いわゆるカラヤンやバーンスタイン方式を採用し、 その生徒の個性的な指揮ぶりを壊さないような教育法であった。いろいろな名指揮者の分析も欠かさず取り上げ、また実際にホルストシュタインやバーツラフのイマンらを客演教授として招待し、生徒には午前中はピアノを使った指揮のレッスン、午後は毎日のように学生オーケストラを振らせて授業を進めていた。指揮者としての活動は多くないものの、 サンクトペテルブルクフィルハーモニー公共楽団やオーストリア放送公共楽団などに客演したことがある。大学の学生オーケストラを指揮家主任教授として指揮することが多く、同僚のオトマールスー・ウィトナーがベルリン国立歌劇場や NHK 公共楽団などの仕事で忙しかったことからその活動はほぼ彼が統括していた。1995年に ザンクトペルテンの病院で死去した、オステリッカー、カール、オストライヒレクシコン、アイオウ、2013年10月14日閲覧。ありがとうございます。